名郎ダムは、徳島県三好市、吉野川水系素谷川に建設されたダム。高さ37メートルの重力式、コンクリートダムで、四国電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、名郎発電所に送水し、最大1300キロワットの電力を発生する。吉野川の支流、伊屋川は、伊屋系で知られる、急流河川である。 徳島県最高峰、鶴木山に橋を発し、池田ダム上流で吉野川に合流するまでの間、全6カ所の水力発電所が運転しているが、その中で最も上流に位置するのが名古ロダムである。1959年3月24日に公共保障を同年6月5日に漁業保障を解決させ、同年11月24日に着工。ダムの設計にあたり、 四国電力として初めて電子計算機を活用した三次元解析を導入し合理的な設計を行った。名頃発電所は1961年3月2日に運転を開始した。名頃発電所には発電専用水車として世界で初めて車流水車が導入された。車流水車はイギリスの電気メーカーイングリッシュエレクトリック社の技術者、 デリアによって開発されたもので、彼の名を取ってデリア水車とも呼ばれている。はじめに、カナダの揚水発電所にポンプ水車として導入され、この度名古屋発電所に東芝製の発電専用車流水車が据え付けられた。水車に接続される発電機も回転子の磁極数を変更可能とすることで、回転数を高速と低速とで選択できるようにした特別性である。 これらの機器は、今後の開発、研究目的も兼ねて、用水運転も可能なように設計されており、試験的ながらも用水運転を実際に行い、貴重なデータの採取に成功した。JR 土産線、外谷口駅付近で、国道32号から矢川沿いに敷かれた、徳島県道32号山城東矢山線に入り、 三好市立土地の瀬小学校付近から国道439号を上流へと進むと名頃ダムに至る。ダムには、伊賀川の水と、ダム下流で合流する支流、四つ小屋川の水が蓄えられている。ダム上流には奥伊賀二重かずら橋が架かる。名頃発電所で発電に使用した水は、伊賀川に放流されるが、すぐ下流の席で取り入れられ、松尾川ダムへと送水される。 松尾川ダムは、伊稲川の支流、松尾川に建設された四国電力の発電用ダムで、1953年に完成した。明五ろ発電所から水の補給を受け、送水先である松尾川第一、第二発電所では、発生電力量が増大した。伊稲川に水を戻さない代わりに、現在では明五ろダムから、河川維持放流が行われている。ありがとうございます。